阪神甲子園球場です。阪神タイガース対玄武、セパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。タイガースの先発は覚醒した男馬場、玄武の先発は山陽の精密機械崎山、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。玄武1点差に届かず敗れました。勝利投手は平井、敗戦投手は柳井。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対玄武、セパ交流戦2回戦の模様をお送りいたします。タイガースの先発は右の谷川、玄武の先発は海を渡った変化球投手田中。この両投手の投げ合いです。さあ、間もなくプレイボールです。2回の表、玄武攻撃に入ります。トップバッターは拓丸、ボール。まずはインロー。第2球投げました。インローへ、変化球外れてボール。投球はこれから3球目。ストライク。少し迷ったか。次が4球目、投げました。空振り。さあ、投球は5球目。空振り三振。高めの変化球にやられました。玄武リードで迎える4回です。ツーアウトランナーなしという場面で拓丸、第1打席打ちました。初球打ち、芝バックしていった、ヒットになります。拓丸、いいバッティングを見せました。リプレイをご覧ください。玄武追う展開で迎える7回です。バッターは拓丸、投げました。見送ってボール。投球これから2球目。シュート見送ってストレート。第3球を投げました。打ちました。レフト前に出る。これは平凡なレフトフライ。レフト取りました。これで2アウト。ランナーありません。玄武、何としても得点を挙げたい9回です。今日は安打を放っています。拓丸。スタンドからは必死の声援が続いています。投球これから2球目。直球空振り。なんとか意地を見せてほしいところです。第3球を投げた。打ちました。内野ゴロ。大山ボールを取る。一塁送球アウト。試合終了。玄武惜しくも逆転ならず。さあ、本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただお待たせいたしました。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対玄武、セパ交流戦3回戦の模様をお送りしてまいります。タイガースの先発は覚醒した男木田、
玄武の先発は天性の逸材赤石。この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。2回の表玄武攻撃に入ります。バッター魂の二刀流小西投げた初球打ってきた抜けた小西ナイスバッティングです。0対0で迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面で魂の二刀流小西初球空振りタイミング合いません。1球目空振りから投げた2球目ストライクバッター追い込まれました。追い込んでから投げたもう次は4球目投げた打った引っ張ったまるでダイレクトでボールを掴んでアウト2アウト。玄武追う展開で迎える6回です。バッターは魂の二刀流小西危ない球第2球投げました外れたボール第3球を投げました見送ってストライク次が4球目投げました打った痛烈な当たりワンバウンドヒット打ったバッター一気に二塁へ向かう小西ツーベースヒットを放ちました。痛恨のサヨナラ負け玄武敗れました。さて本日のヒーローは大山見事サヨナラ勝ちに貢献しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。いいでした。またね。またな。